はい。ケイタが持ってる赤い箱から電話なったので出てみました。今回も赤くなってどしどしやってみようか。逆鬼時間ケイタバージョン。ケイタが赤鬼になってしまうやつね。イナホの時と基本同じかな。どうだろう。ウィスパーとジバニャン戦ってみるかニャン。ちょっと無理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 。気をつけて。ちょっと俺ケータだよ。同じか。トリアダメだ。ここにいるのは誰？人面犬。お許しを。畜生。何にもしないよ。追いつかない。今回もだからケイタの代わりに稲穂がどっかにいるはずなんだな。遅いんだよな。ダッシュできないんだよね。コマさん、コマジロウ。赤鬼が来たずら。でもこの赤鬼なんだかちょっと悲しそうずら。危ないずらよ。危ないずらよ。あ、右上のところ青マークあるから、これ多分稲穂だよな。あ、稲穂だ。赤鬼さん守ってくれよサピョンってさっきはぐれたんだった。退散退散だ。このままじゃあかん。赤鬼のセリフになってしまってるんやね。 ここにいるのは誰？公園のところ。ウサピョンやん。イナホとはぐれたウサピョン。こんな時にイナホどこ行っただに。あっかーん。そして青鬼。さらに黒鬼も。左下のところに赤鬼、あ、じゃあ青鬼と黒鬼が集まってるんだよね。よう兄弟、今日もたくさん懲らしめてやったか。ケイタでも稲穂でもほとんど同じだね。どれだけ嫌われようとも俺たちはお仕置きし続けるんだ。怖がらせるのが鬼の宿命。みんな寝てる。え、何？さっきまで鬼になってたのに。そんなわけないでしょ。赤い箱イベント終了。